皆さんこんにちは。絵画こと買取プロ秋華堂でございます。こちらの作品は平松礼二さんの作品ですね。平松礼二さんといえばもうこういった桜が非常に人気がありますけれども、桜があって月があってですね、あと富士山があしらわれているモチーフなんていうとですね、非常に評価が高くなっております。平松先生はですね、鎌倉にアトリエをお構いになってですね、非常に環境のいい小川の流れるほとりですね、ほとりでいろいろ絵を描かれております。で、モネのオマージュの作品でも知られてるんですけども、最近ではですね、そのモネのシリーズに加えてこういった桜のですね、月がある図柄というのも非常に人気が出ております。先日も私どもも一点お買い取りをさせていたお客様の作品もですね、やはりこういった桜と月と、あとカモメが飛んでるような図でしたけれども、そういったちょっと洒落た図はですね、普段の相場よりもちょっと高く評価できる場合もございますので、ぜひ平松礼二先生の桜の作品ございましたら、私ども絵画こと買い取りプロ秋華堂で評価をさせていただければと思っております。絵画こと買取プロでは平松礼二先生の桜、積極的に今お買い取りしております。桜の時期の前、ちょうど今ぐらいがですね、桜のモチーフって一番高く売れる時期でもございます。もう桜が咲いちゃうとですね、もうすぐ散ってしまいますので、なかなか売りづらくてですね、やはり今の時期、2月3月のあたりがですね、一番評価額も高くなる時期でございます。ぜひフリーダイヤルお電話いただきまして、平松礼二先生のお作品お問い合わせお待ちしております。